フレンドリーバス、車両は京福バスが保有している。フレンドリーバスは、福井県福井市郊外にある、福井県立図書館と JR 福井駅東口と、片道約15分で結ぶ無料連絡バス。福井県が運行しているが、実際の運行は京福バスの乗務員が行っている。2003年、福井県立図書館の福井市郊外への移転により、 増書量や駐車場の大幅拡大と引き換えに、公共交通での往来には不便となることが取り沙汰され、移転直後に行われた福井県知事選挙において、当選した新人候補の西川一世は、福井駅、新図書館館における無料バスの運行をマニフェストに重点項目の一つとして掲げていた。2003年度の補正予算案に、本バスの試験運行を盛り込んで県議会に提出し、 可決され、2004年度後半には、本格運行へ移行している。なお、2007年に、福井県立図書館より、規模は小さいながらも、福井駅東口に、福井市立桜木図書館が新規開館した。本バスは2008年から、同図書館や放送大学学習センターなどが、入居するビルの前にも停車するようになり、利用者が、増書の際から、 両図書館館を往来するといった動向も見られる。福井駅東口旭日公民建前高市中、公然子ども歴史文化館福井市美術館、県立図書館県立図書館、生活学習館羽水高校前木田町、木田公民館口福井駅東口福井駅,東福井駅東、東口、木田公民館口木田町羽水高校前、生活学習館県立図書館県立図書館、 福井市美術館子ども歴史文化館高市中、公前朝日公民建前福井駅、東口本来、郊外に位置する県立図書館を多くの人に利用してもらうために運行されているバスで、あるが、生活学習館近くの病院や福井駅前への移動手段として使用する乗客が増えてきている。そのため、現在は運行の目的を示す車内アナウンスを流したり、 張り紙を掲示したりするなどの対策を行っている。ありがとうございます。